ティーチャークーボー、今回ね、支配からの卒業にしましょうか。支配からの卒業。ティーチャークーボー、もうね、14万そろそろいいんじゃないかな。で、今ね、僕尾崎豊のね、卒業を聞いてたんですよ。尾崎豊でね、尾崎豊の卒業好きなんですけど、まあ、支配からの卒業ですよね。ここね、田舎ですね。田舎めちゃくちゃ、まあセブンあったんで寄ったんですけど、このね、なんすかこの感じ、あそこをね、もうなんかあれなんですよ、あそこにカットあるんですけどね、もうすげえ田舎これね、いい感じですよ、久保さん。これ支配からの卒業、どうですか久保さん。太陽がこの葉っぱクソでかいんですけど、これめちゃくちゃでかいんですよね。あれなんだろう、ほら久保さん、でかい葉っぱが、あそこにも葉っぱがすげえあるんですけど、すごいですね。まあだから、あの、時間という支配からの卒業だったりとか、まあ収入、お金という支配からの卒業だったりとか、まあ、会社組織という支配からの卒業だ、その全ての支配から卒業されるとこんな人生になります久保さん、全ての、あ、雲が綺麗、久保さん雲が綺麗。あのね、ドリームアカデミアはね、あの鳥のロゴがあるんですけど、なんで鳥にしたかっていうと、鳥を見てね、ちっちゃい頃、あの、まあだからね、尾崎豊の歌もね、中学校の時とかまあ聞いてたんですけど、まあ、あの、親の支配ですよね、親の管理下のその支配から抜け出したいなみたいな思ってたし、まあ学校っていう支配だったりとか、まあ、とにかく支配されてるわけですよ。だからそれからね、やっぱ卒業しないと、まあ手取り14万でね、あのもうあだこだ言ってんだったら、そのお金の支配ですよね。あと場所の支配とか、まあ、いろんな、まあ、制約があるわけですよ。だけどね、これ iPhone 一つ、スマホ一つでね、どこでも発信できるし、ね、やるかやらないかです。でもすごいないですか、これめっちゃ綺麗ね、久保さん。これ綺麗だな。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。おお。まあ、今はね、本当ね、デバイスもあるし、なんだ、環境も揃ってるし、こんなね、普通だったら昔こんなね、こんなとこでね、ね、なんか情報発信なんかできないわけですよ。昔ね、昔こんなところでね、どうコンテンツ作れないですからね。こう時代の進化ですよ、久保さん。あの、支配から卒業しましょう。そう、あなたを支配しているものは何なのか、金なのか、なんだ。金なのかお金なのか、時間なのか、場所なのか、人間関係の支配なのか、会社なのか、まあいろんな支配があると思うんですけども、ね、こちら道路、誰も走ってません。誰も走ってない。いやー、このね、のどかですね、この道ね、久保さん。まあ僕ね、ほんとね、思うんすけど、全国車でこうぐるぐる回って思うことが、本当ね、なんか、なんだろうな、ありがたいなと思いますね。まあ普通にね、普通に生きてたらこんな活動できないですから、本当にこんな自由自在にね、あの、鳥のように飛び回ってね、こうできないですから、まあ、あとやるかやらないかですね、本当に。あとやるかやらないか、あなた次第。まあでも本当ね、なんか自由になりたいんだったら、本当支配から卒業しないとダメですね。もう間違いない。全部の支配です。もう本当全部の支配。要は自分の人生を自分が支配していかないといけないですよ。でも他者から、まあ外的な要因ですよね。まあ人間関係、会社、お金、まあそこに支配されて生きてるんだったら自分を生きれないですよ。だからその対談で言ったんですけど、久保さんと僕は今自分を生きてるんですね。で、なんで自分を生きれるかっていうと、全て自分の人生を自分が支配できてるんですよ。でも多くの人って、
支配される側なんですよね。だからこれ一生自由じゃないです。自分をコントロール、全てコントロールしていく、場所も時間も人間関係もお金も全部自分で支配してコントロールできるようになれば、本当に僕と久保さんみたいな生き方はできると思います。でそこを目指し、そこを望むんだったらやれと発信しろと。発信しないと何も始まんないですから。そう、まあ尾崎豊さんのね、僕が僕であるためにっていう歌もあるんですけど、その僕が僕であるためにっていう歌は歌い続けるっていう歌詞があるんですよ。歌い続けるって、僕はね、僕が僕であるために発信し続けるっていうね、そう、そう、自分を支配するために。そう、まあただですからね。だからいずれにせよ、まあいずれにせよ、まあ久保さんちょっとステージ変わってますけども、あ、いずれにせよお金は必要だし、まあ別にこの情報発信をしなかったとしても、なんや、会社で働くっていう選択、アルバイトする、コンビニで働くという選択はしないといけないですよね。だってお金ないと生きていけないんだから。だからいずれにせよ結局その発信しなくても何かしらやってるわけですから。なんか吉谷さん、そんな移動中もね動画撮って大変じゃないですかと。いや僕から言わせると、あのね、行きたくもない会社、行きたくもない時間、朝早く起きてね、あの朝早起き大好きですか、満員電車乗るの大好きですか、行きたくもない、起きたくもない、満員電車に乗りたくもない、だけどそれで生活する。でそっちの方が僕からすると、あのきついんじゃないかなと思いますけどね。もう移動しながらでも自由にね、僕の選択で、別に撮らなくてもいいんですよこれ。僕は撮りたいから撮ってるんで、もうそもそも億万長者合宿はやらなくてもいいんですよ。まあこれはまあ負けず嫌いっていうのもあるんだけども、別に自分の選択でやってるんで、まあだってもう商品の販売終わってるしね、億万長者合宿。もう本編やんないですからね。そう、2年前億万長者合宿2年前にやって終わりね、もうやってないですから。そう、もうほんと趣味レベルですねこの億万長者合宿は。趣味です。まあまあまあ、僕はもう自由にねこの発信をしてってね、まあ少しでも、まあ、こういう生き方もあるよっていう、こんな生き方もあるよというところをねお伝えし続けていきたいなと思います。でなんでそれをやるのかっていうと、久保さんもちょっと言ってましたけど、僕がそういう生き方をしたいと憧れてたん でその憧れてた生き方を僕は今自分でできてるんで、まあやればできるよっていうところですよね。叶うよと。夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だっていうね、ドリームアカデミアでちょっと掲げてるんですけど、夢は逃げないですからね、どこにも。逃げてるの自分ですから今日やらなかったという逃げですよね今日やりました、何やりました今日、それが全てでしょ。自分の人生を変える、収入を変える、夢を叶えるために今日何やったのかと、今日は何やったのかっていう、それが全てです。今日が未来を作ってるんで、もう一度言いますね、今日が未来を、あなたの未来を作ってます。今日何をやったのか、それが全てです。足元何やったんですかとね。みんなね、夢を叶えられない理由っていうのは妄想してるんですよ。みんな夢を叶えられない理由っていうのは妄想してるだけなんですよ。足元やってないんですよ、今日やってないんですよ。そう、本当シンプルにそれだけです。で、まあ、久保さんも対談とかでも言ってましたし、僕も言いますけども、月収100万っていうところは確かに、僕はね最初の方は夢物語、そんなね月収100万なんか一部の人だとかね、パソコン1台でね自由なねこの生活できる人なんか本当になんかすごい人しかできないと思ってましたけど、僕は足元を積み上げてきた結果、今日やることをずっとやってきた結果、それを実現することができました。夢物語が夢じゃなくなりましたね。本当自由気ままに僕が描いてた未来が今ここにあります。昔ね、ソーラー団吉くん、鉄腕ダッシュ、未だにまだやってると思いますけど、鉄腕ダッシュで
ソーラー団吉くんっていうね企画があって、ソーラーカーを TOKIO の人がソーラーカーを作って、でそのソーラーカーで全国一周回るみたいな。でね、あの TOKIO の人がこんなねじり鉢巻きでね、あのソーラーカーでねこう回るわけですよ。これが仕事かと、こんな仕事できたらいいなみたいな、えみたいな、なんかソーラーカー作ってね楽しくワイワイやってるわけですよ。でウィーみたいな、どこ寄るみたいな感じで、でそれ仕事になってるわけですよ。こんな仕事あんのかみたいな、今できるわけですよ。今僕も旅しながらね、できるわけですよ。そんなのは昔はテレビ番組しかできなかったことは今スマホ1台でできるわけですから。もうやるかやらないからですかね、こんなのは本当に。はい、まあ、支配からの卒業です。はい、まあ、尾崎聞きましょう。尾崎いいっすね。やっぱね、尾崎はね、やっぱいつ聞いてもね、なんか自分の歴史とこのなんか噛み合うところがあって染みますね、尾崎豊の歌詞は。まあ、一体何を卒業するんだろうみたいな。でもね、まあ支配っていう、その支配からを卒業したいっていう、多分そこの一言なのかなと思いますね。はい、ということで久保さんまだやります？14万、まあ、14万やるんだったらまた14万でかぶせてきますけど。もういいんじゃないですかね、卒業で。まあ、またなんかいいのがあったら、まあ、ちょっとねトレンドもね、14万の手取り14万ちょっとトレンドね落ちてる部分もあるんで。まあだいぶ動画撮ったんだよね、まあいいんじゃないかなっていう。まあこのシリーズね、リターンズ以外にもまだ続きますし、まだなんか気が合えば14万あやってもいいし。もうちょっと飽きてきたなっていうタイトルね、久保さん、タイトルちょっともう飽きてきません、さすがに。まあいいんですけど、別にまあ被せても全然いいんですけど。そう、いや本当ね、ありがたいですよ。だからね、僕はこの全国そのいろんなね、時間も自由だし、まあどこでも仕事できるし、場所選ばないし、なんだろうな、他の人が見れない景色だったりとか、他の人が行けないところに行ったりとか、なんかそのすげえいろんなものを得てるなと思うんですよね。でもこれが普通に働いてたらこんな本当得られないですからね。なんかその休みの日だけに旅行みたいな感じじゃないですか。僕常にもう人生が旅行ですから、もはやもう僕レベルになると人生が旅行です。人生そのものが旅行です。でも一般の人はね、休みの日に旅行行こうじゃないですか。いや僕人生が旅行なんで、人生が旅行なんで毎日楽しいんですよ。ね。まあこの次元に来るといいと思いますけどね。でもこの次元に来るためにはやるべきことを日々やるってことですね。まあ僕もこの生活を維持するためにやるべきことをひたすらやる。だけどやるべきことももうやりまくってて、もうなんだ、まあ空気みたいになってるっていう。別に苦痛でも何でもないし、苦痛っていうのは最初だけですから。苦痛は最初だけ、一生続かないでしょ。だってな慣れればね、歯磨きも最初苦痛だったんだけど、慣れたら別に苦痛じゃないじゃないですか。だから最初だけですよ。でその最初の苦痛を乗り越えようとしないんだったらずっと苦痛の人生ですよ、本当に。でも苦痛はいつしか苦痛じゃなくなる日が来るんですよ。それは本当事実ですからね。動画も最初大変だなと思っててもやりまくれば、まあ、僕と久保さんほどやりまくったらもう苦痛もクソも全く関係なくなりますから、そこまでやり込めばね。でもみんなやり込まないから苦痛は苦痛で終わるっていうね。稼げないまま終わるっていうね。まあいろいろ申し上げましたけど、対談もね撮ったんで、まあ、対談の公開はちょっとね、当分ちょっと先になると思いますけどね、1週間後ぐらいになると思いますけど。はい、ではいってらっしゃい。